うございます。おはよう。おはよう。起きて20分ぐらいの私です。はい、ガチの寝起きです。20分前ぐらいに起きました。さあ、おはよう。おはようございます。ありがとう。朝って感じですよね。オブハバヨボウブ。寝起きでこの可愛さ、え、大丈夫ですかこの顔。じゃ、前までメイクしないで配信とか、そうそういうの抵抗あったんですけど、もうなくなりました。目パッチリなの羨ましい。え、けど今日は目覚めいい方かも。あ、今日どこでもドア見えます。朝一であむちゃん見れるのめっちゃ嬉しい。ありがとう、来てくれてありがとう。聞いてると眠くなるかも。あ、皆さん二度寝の準備いいですよして。この配信10時ぐらいに一旦終わろうと思ってるんで、10時から11時ぐらいまで二度寝しましょう皆さんで。いろんなものを捨てて強くなるのね。そう、あの何、許してもらえるじゃないですか皆さんに。そう、メイクしてないでやっても。おはよう。もう終わっちゃう。いえ、今始めたばっかり。癒しびなんだ。寝落ちの危機が。11時から寝ていいですよ皆さん。11時になったら寝ていいですよ。おはよう。スピンでも全然変わらない。うん、え、本当に、やった。おはようございます。ボイス了解です。10時から勉強会なので今のうちに星投げとくね。勉強頑張って。ありがとう、えらい。勉強会、私勉強会とか友達としてもずっと喋ってて、結局勉強会じゃないんですよ。昨日はバタバタして来れなかったけど、今日はできるだけ全部来れるようにする。ありがとう。イベント終わったらみちゃんロスなりそう本当に。じゃあけど定期的に配信しようと思います。バビゴってもう重鎮もできる。はい、できます。できると思う、やったことないけど。あ、かわいいスタンプありがとう。おはようございます。ね、鳥が鳴いてますね、外にいる鳥が。さくらんぼありがとう。今日の配信予定は紙に書きたい。そう、3時間しかこれ配信できないんですよね。今さ、おはよう。皆さん何時に起きてたんですか。文字でバビ語にすると必然的に感じなくなるから読みにくくなるね。あー、今日私漢字苦手だから。青も似合うけどピンクも似合ってますか。イエイ。6時ぐらい早い。50編みたそう、完了ありがとう。5時半、5時から6時半、皆さん早、めっちゃ早いじゃないですか。8時50分、私もそんぐらいです。8時45分とかそんぐらい。6時過ぎに星捨てしました。え、ありがとう。あみちゃんのために8時半に目覚ましセットして捨て星して直前まで寝てた。あー、皆さん本当にありがとうございます。
ダメですね、私がこんなゆっくり寝てちゃう。2時から仕事？大丈夫ですか？寝られてないんじゃないですか？すごい。2時からか。じゃ今7時間起きてるってことですね。大変だ。ケーキありがとう。クマありがとう。おはよう。そう、今書いてるんですけどね。9時15分から仕事。皆さん早いですね。あと7分で仕事じゃないですか。サトシさんハートありがとう。睡眠はお肌のために重要なんでしっかり寝て。ありがとうございます。しっかり寝ます。ハートありがとう。朝の準備何したらいい？私朝はの準備をしようと思ってるんですよ今から。で今配信の予定のやつ書こう。そう、14時15分まで仕事頑張って。その後じゃあ美味しいもん食べに行ってください。4時って何時だっけ、ちょっと待ってね。あ、間違えた。10、頭が回らない。15時が5時でしょ、16時が4時でしょ。今日は私は結構早めに配信していこうと思ってます。予定としては どうしようかな。星ありがとう。どうしよう、じゃあ聞こ、11時から12時の枠か12時から1時の枠どっちがいいですか。かわいいスタンプありがとう。どっちの方が見に来やすい、12時からスタートか、じゃあ11時スタートか12時スタート。犬の散歩行ってらっしゃい。夜勤終わって今帰宅。お疲れ。チェリーありがとう。今日もお絵かき配信しますか。11時スタートの方がいい。この配信はね10時ぐらいまで。11時スタートの方がやっぱりいいですか、12時より。どうしよう、11時スタートにして12時。どっちの方がね時間置くんだろう。11時からして、12時の方が時間が空くんですよね。10時からして2時間空いて12時から1時でしょ。で次の配信予定が14時半から3時半なんですよ。間を取って11時半とか、あ、いいですよ。11時半からそしたら12時半か。あ、これがいいね。じゃあでっかく書いてやります、見せます。あ、そう、どっちでも同じぐらいの配信できる、あの1時間1時間1時間の3時間。そう、 NMB48 のクリアファイルです。皆さんからいただいたやつがあります。
じゃあでっかく書きますね。ちょっとこれ書き終わったら朝の準備します。ちょっと字ちっちゃ、字ちっちゃ、他の人と被らない方がいい。わかりました。じゃあ今日はじゃん、こんなタイムスケジュールにしようと思います。9時から10時、11時から11時半から12時半ね、ラストが2時半から15時半。またツイッターに載せますね。この3時間で、ね、私は今日ラスト配信します。よろしく。そう、だこれ他の人とちょっとかぶりにくくないですか。多分わかんないけど、水曜日公園投げてます。当たれ当たれ当たれ。了解。字かわいいですか。本当ですか。やった。じゃあ朝の準備をしていきましょう。ペンライトありがとう。イベント終了の時間を配信、多分みんなしてると思うから、逆に朝の時間を3つしようと思ってて。クマありがとう。とりあえずこれハトムギ化粧水なんですよ。めっちゃ大容量じゃないですか。ハートありがとう。これをこのコットンにひたひたにしていきます。朝はそれから始まります。とりあえずね、そうハトムギしか買ったんですよ。私これもう2本目です。ツイッターのメッセージ昨日のままかも。本当に確認してみます。ツイッターまだちょっと慣れないんですよね。本当に使い切りました。1本もうこれ、こんな感じでひったひたにして。コスパいいんですよこれ。そうこの時期特に気持ちいいんですよ。なんかねショールームで SNS 講座ね、ツイッターちょっと難しいんですよ。ショールームで SNS する時のメッセージ、あなんかあれずっと同じの出ますよね。私が一回書いたの絶対消えないんですよ。3日間前のぐらい、あれですよね、もぐもぐ配信とか、あれいちいち消さないといけないんですね。うわちょっと確認しよう。そう何のことか最初分かんなかったんですけど、多分それだ。これをまあとりあえず、そうそうそうショールームの設定変更、そう1回書いてそれをまた更新しないといけなかったんだ。ごめんなさい、全然今もぐもぐなんかしてないですよね。まあこんな感じで目覚めにもいいですよこれ。とりあえず水分を顔に染み込ませときます。そうハトムギはもぐもぐしないで、はいハトムギもごくごくしないで野菜ジュースをごくごくしときます。まあこんな感じでいいでしょう。こんな感じで、あみちゃんええ子やからええやで、いいんですか。ちょっとね髪の毛邪魔ですね。
ね、寝酒なんですか。これハトムギですよ。ちょっとボコボコだけで許して頭ポニテキターって言うほど位置高くないんですけど、アメちゃんいっぱいマークス、ありがとう。もう それが一番やった。うん、夏コンの時テストって言ってたけど、土曜木曜と土曜日両方出れそうです。そう、夏コンの時はもうテスト終わってるんですけど、夏コンのリハーサルが始まる時期と私の期末テストが一緒なんですよ。 NMB 加入前は SNS とかやってほぼやってないです。私甘やかして育つタイプです。はい、よろしくお願いしますこれから髪切ってくるよ。さっぱりするじゃないですか。いいな。ハートありがとう。夏コン楽しみ。あみちゃんの準備を見ながら僕は寝る準備をして寝ます。 OK です。じゃあ11時になったら寝ていいですよ。わあ大変や。そうびっくりしました。私もリハ期間ね、もうしっかりかぶりましたそれだけ聞いてから応募しようと思ってて楽しみ。私出ます。よろしくお願いしますね。去年もさ、じゃあ去年じゃないわ、全然去年じゃないわ、あのナンバトルの決勝戦のやつとココナさんの卒業コンサートの時はちょっとテストとかはなかったんですけど、そうコロナになったんでほとんどリハにもできてなくて、私そう今回はコロナならずに全部出れるように、全部ね出る曲数削られないように頑張ります。夏コンもややみ一緒やからもっと楽しみ。私もやうたんと一緒リハとテスト、そうびっくりしました。テストの点悪かったらリハのせいにしよう。そうですね朝の配信しか今日見れない。イベント頑張って、ありがとう。コロナの時高熱出ましたね。39度は出た。40はいかなかったけど39度南部出ました。そうじゃあちょっとメイクの続きをしましょう。で次日焼け止め塗ります。これは別にあの普通の日焼け止めです。色付きでもなんでもないんですよ、普通に白。今のうちにちょっとずつ勉強すれば大丈夫。うんその予定です。本当にね、前日になって焦っても意味ない。前日になって焦るんですけど、私ちゃんと夏コン準備期間中も睡眠とるんだよ。ありがとう。今日ステラ元気です。多分まだ寝てるんかな。51ありがとう。ちょっとね、鏡じゃ日焼け止めを顔中に塗りたくっていきます。今日日差しないですか。はい、あかりさんとの対談楽しみ。てかすごい有意義な時間になりました。ちょっとどんな顔、肺炎の時40度超えたけどほんまに何も考えたくなくなる。高熱出たらなんかもう頭ぼーっとしませんか。目つきそう。怖い。ちょっと待ってね、コメント。今すっぴんです。はい、ガチのすっぴんです。起きてちょっとしか経ってない。50カウントの勢い余ってしまったパターン。あ、そうなんですね。ありがとう。コロナの時って味覚フードとか咳しんどかった。なかったんですよそれは。けどね、
関節痛がしました。今日夕方頃から雨降るっぽい。皆さん傘を忘れなくですよ、うん、夕方から雨か。あかりんさんとの対談ねかなさま、ず相変わらず顔面国宝、顔面が国宝でいらっしゃった。もうすごいですよね。どうしたらあの顔になれるんですか。口紅だけは塗ってるかと思った。私どっちかって言うとね、何もしなくても口は赤いんですよ。マメメで私は元気ですって送られてきた直後にコロナになったから、そう私もびっくりした。え、私昨日モバメで私は元気ですって送ったのにコロナなったよと思って。スピも可愛い本当に。あ、起きたかな犬。出かける用意ないから大丈夫か。さ、洗濯物も室内干しの方がいいか。スピ可愛い。いやそんなこと。まあそうで、次これが塗り終わったね。ちょっとだけ顔白くします。あの自分家の犬が鳴いて外からも犬が鳴いてます。何があったんでしょう。ステラおはよう。ステラ起きましたね。あかりさんの卒業コンサートで、あかりさん、あかりさん綺麗ですね。卒業ソロ曲でもろ泣きしたの思い出だって。泣きますよあれは。私もココナさんの卒コンでもうすっごいうるうる来てました。僕は前日から筋肉痛で全くワクチン打った時腕痛くなりました。おはようの挨拶、そう多分犬同士のおはようの挨拶してる。外に多分散歩してる犬もちょっと鳴いてるんで、それにも反応してやっぱりアミちゃんどちらかというとブルベなんのかな、なんブルベかな、イエベ、いやどっちでもありそう。まあ顔ちょっと白くしますね。朝のおはようの挨拶激しいですよね。あの人散歩嫌いなんですよね。捨てる。顔白くなりましたか。そんな変わってないかな。顔白くしといて、そう犬語わかるようになりたい。何言ってるかね。あみちゃん、あかりさんに何を相談したしようかな。あかりさん、あかりんさんも犬好きやから犬の相談ですか誰に断ってうちの前の、まあ、歩いてるんじゃって挨拶してるんかな。なんかさ、私のステラは犬の鳴き声とか外にいる犬の鳴き声にすっごい反応するんですよ。なんか話してんのかな。塗らなくても白い？本当に？犬もバベゴしてるかも。ワンちゃん私のあれを受け継いでるかも。しっかり白くなったでしょ。これじゃあいいわ。誰もありがとうね、白くなるんですよ。ちょっとメイク飽きてきた私どこも行かない日だと本当にメイクしないです。誰もありがとう。飼い主に寝るって言うからね。わ、そうかもね。ずっと喋ってるもんそう飽きるの早い。もう飽きちゃいました。なんかメイクも飽きちゃいましたね。なんか日焼け止めとちょっと顔白くしたらちょっともう満足かなみたいな。
女子のモーニングルーティンを見るたびに女の子の女子の大変さを尊敬してる。時間かかりますもんね。私結構早いですよめっちゃ早いです。あの寝坊しても絶対間に合うんですよ。寝坊したあと15分で家出ないといけないって言ってももうそっからダッシュで準備したら余裕で間に合います。じゃあこれで完成にしましょう。おはようございます。そうちょっとメイクなんか飽きてしまいました。まあいっかこれで。あかりさんにメイクの術を伝授してもらいたい。私こえミラーボールありがとう。すごいルームがキラキラ。ありがとう、すごい、ありがとうございます。たくまさんありがとう。目と塗ってるの見たいよ。アイシャドウってこと？オッケー。完成したのでミラーボール投げときますね。ありがとうございます。こちらが今日の私です。ハートありがとう。あそうだ、あのね前話してたんですけど、ほのちゃんとあやぴょんが誕生日プレゼントでアイシャドウくれたって、そう2人で買いに行ってくれてって言ってたじゃないですか。誕生日と初日祝いでね、これです。あごめんなさい、これ超色味もさすごい私の好きな色味を分かってるっていう感じのやつなんですけど、私これまだ使ってないんですよ。ほら見て可愛くないですか。これはジル・スチュワートです。ブルームクラーチュアイズ02番だって。ジルです、そうジル。めっちゃ可愛くないですかね。えそうこれ使うの楽しみなんですよ。かわいすぎてちょっとまだ使えてないんですけど、ずっと私の目の前に置いてます。超かわいい、ザ女の子って感じですよね。そう両方のタンプレ、そうそうブルメでもいけそう、ブルメでもイエベでもいけそうなんですよ。使ってみます。使います。開かない。そう飾ってても本当に可愛い。ちょっと何で塗ります。追ってて、ジルってケースも可愛いし色味がもう可愛いから倍テンション上がる。わかるわかるよ、めっちゃわかる。僕診断したらブルベでした。えじゃあ白いってこといいな。えいやな、どっちがいいとかないですよね。ブルベとかイエベとかなんかわかんないけど、ここの血管の色とかでさもうわかるって聞いたことある。化粧品のデザイナーさんの苦労がね、多分このすごい女子力高いんでしょうね皆さん。私女子力高い方に見えますか？まあこう今これを見てたら見えないと思うけど。えやばい、カバ。私の好きなオレンジです。めっちゃ可愛いんですけど。ちょっと見えないですよね。え、かわいい。あ、めっちゃ匂い、いい匂いです、これ。ほら。
違い分かります？見えますか？本当に女子力高く見える？あ、見えるよみたいな、皆さん戸惑ってるじゃないですか。そう、私女子力のかけらがあんましないんですよね。なんででしょう、多分性格結構大雑把な方。あみちゃんには可愛いけど女子力に関しては努力してないという天才型かな。そう、なんかね女子力ないんですよ。欲しいペンライトありがとう。そう、自然な色合いじゃないですか、可愛い。やーちゃん女子力ありますよ絶対。私ないんですよ。お、可愛い子発見ありがとう。天才型素晴らしい表現ですよね。料理はあみちゃんするの？最近は全然してないです。あのお菓子作りだったら好きなんですけど、お料理ってなると味がわからない私。そう、料理の方は女子力あるの？お菓子作りの方なら。そう、まずねみじん、あんまし包丁使うのが好きじゃないんですよ。お菓子作りだったらほとんどあんまし、そう、包丁使わない。ピンクの服似合うからお菓子つ、え、違う、ピンクの服似合うから女子力あるよ本当。チーズケーキ作って作りたい。味がわからない。え、なんて言うんだろう、あの例えば汁とかなんか味付けのものを飲んで、何が足りないかが分かんない。ちょっと味がなんかちょっとなんか、そう、なんか足りないなと思っても、その何かが何か分からない。たまに YNN さんで料理企画あるよね、そういうの出てみたいです。年齢に入る前から化粧はしてた、一応してた。けど、なんだろう、メイク動画とか見てやってました。けど最近はもう自分のやりたいようにやってます。 YNN さんで料理企画もあるけど、みんなひどいとみんなにいっぱいいじられるよ。それは経験次第、やっぱ経験なんですね。星ありがとう。海鮮バーベキューしたい。いろんな素材を知ることも大事。ああ。味付けは自分の感覚。あの、レシピ見ないでさ、ご飯作る人結構多いじゃないですか。普通に夜ご飯とか。ね。お母さんとか。あれ、どうやってやってるんですか？感覚で味、あんなうまくいくもんなんですか？私、それが無理なんですよね。で一回一回測んないといけないから。美味しそうだったよ。あみちゃん中学生じゃないのかな。私高校生なんですよ。だからあそこの枠に入れなかった。これが足りないと思って物を足してみて思った通りの味になれば正解。私の中でなんとなく醤油足しとけばいいかなっていうの。お母さんは経験ある。ああ、そういうクックパッド通りできれば大丈夫。へえ。料理は引き算、かっこいいじゃないですか。かっこいい。ちょっと料理とはって、料理とは引き算です。ああ、何回も作ってたら覚えられるんですね。醤油めちゃくちゃわかるでしょ。なんか足りないと思ったらとりあえず醤油足してみるんですよ。おはよう。ドーナツの惑星にドーナツ食べたい。母さんがだし醤油使えば大体できるって言ってた。え、私もじゃあ使わせていただこう。経験あるのみだね。はい。まあまずくなければ食べれます。 OK です。
今年の YNN さん恒例の夏キャンプ企画楽しみ、あみちゃんいっぱい遊べる、やったー、ハートありがとう、さくらんぼもありがとう、だし梅雨も便利便利、バスだね。けど聞いてください、これびっくりされるかもしれないけどさ、私一応お料理教室通ってたことありました、1年ぐらい、いや1年そんなに、そう回数券だったから12回はあったかも、お料理教室通ってましたよ柿醤油めっちゃうまい、へえ、美味しそう、ええですよね、ちょ通ってたんですよ、これ本当ですよ、嘘じゃないです、さくらんぼありがとう、そう1年っていうかね回数券で12回分12回、えびっくりですよね、私もびっくりです、なのに未だになんか感覚がつかめないからさ、センスないんかなみたいな、そう夢の話じゃなくて本当に通ってたんですよ私、けどね何その通ってて時にそうあのやるじゃないですか、まあね教室で、ねお家帰ってきて、そうお家帰ってきてね、もうねやる時はやるんですけど、工程が多すぎたりしたらね、そう12回使えば何かしらできる、何作れるようになっただろう12回通って、けどパスタ、私のパスタ美味しいですよ、明太子のやつなんですけど、あの有名な教室、え料理教室では何を作った、なんかいろいろ作りました、お肉系とかも作ったしパスタも作ったし、アルファベットの名前の教室、多分そう有名なとこです、さくらんぼありがとう、そう習ったものと同じ作れるもの、そうどうかだよね、なんかねレシピを見るんですよ習ってきたやつね、結構ね工程が多いんですよ、そう工程が結構多いんですよ、だから時間に余裕がないとできない、全部凝ってあるから、そう可愛い、本当明太子パスタ美味しいです、そう工程が多すぎるとね先が見えないんですよ、目玉焼きとか今ゆで卵作れるようになった、うん作れるようになった、包丁かなは使える、みじん切りはあんまし得意じゃないけどまだ使える、そう全然使えないわけじゃないじゃん、そう一応言ってたからもうちょっとできてもいいはずなんだけど、アイコン変えた、あ本当だパン可愛い、四つ葉三つ葉のクローバー、レシピカタカナ多いんですよ、あとね計量が多い時間かかると思うけど先は見えてると思いますが、いや見えないんですよ、そう丁寧に書いてありますレシピ、そうまずそう材料の買い物に行かないといけないんですよ、それがあとさ料理ってさ私の中ねあの何お菓子作りは目分量でやったら失敗するけど料理って目分量で味付けしてもうまくいくっていうイメージがあったんですけど、ちゃんと全部ね醤油を入れるにしても多分例えばコンソメの素を入れるにしてももう全部測らないといけないんですよ、感覚でできないから、そしたらね計量だけですっごい時間かかるんですよ、そう分量あ何回もか、少量少々適量一つまみ、そう一つまみは確か3本の指とかそんなんだった、怖さがなければ大丈夫だと思う、ああねそう俺の料理は目分量、そう目分量で私もやりたいんですよ、あみちゃんの独自の理論がなかなかない、なかなかにないです本当に、やっぱ経験ですね、
感覚だけでもいいのでは、そう感覚でやりたいんですけど感覚がつかめなくって、この味付けしたいなと思って、例えば醤油と砂糖どっち多く入れればいいか分かんないわと思ったりそう、もう計量がちょっと多い時点で挫折するんですよ。ああ多いって男飯作りますよ、え食べたい、いいな、ハートありがとう。最初は計量して、あとから目分量で、ああ分かってくるんだ。最初は何でもやってみることですね。あクマありがとう。一応やってたんですよ料理。おはよう、おはようございます。私一時期めっちゃお菓子作りにもハマった時期があって、タルトケーキも作ったし、パウンドケーキも作ったし、シフォンケーキも作ったし、普通のケーキも作ったし、ロールケーキ作りたいな最近は。そう料理全くしないけどチャーハンだけは美味しくできる、食べたい、チャーハン美味しい、頭で考えるんじゃない舌で感じるんだ名言名言、失敗してもめげずに練習すれば何事もそうですよね。すごいじゃん本当、イエーイ。そうお菓子作りはめっちゃ好きなんですよ、けどお菓子作りして砂糖の量の多さとかにはびっくりします。シフォンケーキ型外すのとか難しそう。あ鉄製のやつだと、そう鉄製のやつ難しそうだなと思って、私紙で作るんですよ、紙の型で、だからそれ剥がせばいいんだけど、それは女子力高いやつ。本当お菓子作りはしますよ。フレンチトースト得意、食べたい、最近食べてないです。フレンチトーストいいな、わ食べたくなってきた、めっちゃ最近ホットケーキも食べたい。フレンチトースト焼いてる時間が匂いがいいですよね、フレンチトースト。やっぱり経験だね、何でもやれば上手くなる、ダンスと同じ、うん何でもそうですね、やっぱり経験だけど、器用な子と不器用な子いるじゃないですか、器用に何でもこなしちゃう子、そうそれはなんか生まれ持ったあれですよね多分器用な子か不器用な子、私めっちゃ不器用なんですよそう何でもねこなせない、うまく、そう時間かかるタイプ。朝ごはんは今野菜生活飲んでます。ちょっとフレンチトーストが食べたくなってます今、ふーって言ってた。クマありがとう。そう天才型かとルック型がいるよね。そうでも天才型の人でも努力してると思うけど、なやっぱりいますよね、何でも何でもうまくこなしちゃう人。そう私コツコツタイプなんですよ、コツコツ頑張ります。は反復練習、そうですね、自分なんとなくアミちゃんと似てるからきっと応援したくなっちゃうんだろう。え似てますか、嬉しい。緑が一番好き、うん普通のねオリジナルが一番好きです。音符ありがとう。ウーバーイーツでお届けします、待ってますで今が10分後ぐらいに来れそうですか本当になんか食べたい、お腹空いた。緑それは良かった、オリジナル、そうオリジナル美味しいです、いいね。ね朝ごはんな
ありがとう花。今からワッフル？いいな、お裾分け欲しい。いいな、ね、朝からワッフルとかフレンチトーストとか優雅ですね。ハートありがとう。ホットサンドメーカーはあるけどワッフル機はないんですよ自分家。朝はしっかり食べる方です。はい、食べます。ちゃんと朝私パンが多いかな。パンが多い。あとおにぎりも多いかも。パンけどパン比率が高いかな。食いしん坊パクパク体カバンにスイートポテト入ってるよ。いいな。だからちょっと疲れた時とかにさ、あそうだ今日カバンにスイートポテトあるんだって言って食べれるじゃん。天才肌タイプより努力型の方が応援したくなる。本当？じゃあ私天才型じゃないんで努力します。人には何か一つ得意なものあるからそれを伸ばそう。ホットサンド朝食べたりします。パン派の人なのね。どっち派でもあるな。ドンキでたこ焼き器500買ったんだけど使ってない。カレンさんに自慢して終わったカレンさんに自慢して。たこ焼きも食べたい。今日は焼きそばパン？いいな。おはよう。大学受験の勉強中は毎朝ハニートースト。勉強の時って甘いもん食べるといいって言いますよね。ハニートースト美味しいね。腹減った。それなんです。パンですかやっぱり。そうパン美味しいよね。でおにぎりも捨てがたいんですよ。鮭おにぎりかツナマヨネーズ食べますか皆さん。ツナマヨ食べます。私たくさん食べるという派で。はい、ハラドーナツ。カレンさんですか。ドーナツ食べたい。今日の朝食はポテサラサンド。美味しそう。パンに挟むんですね。実はツナマヨ食べたことない。いやもう食べた方がいい。なんかねあんましね理解してもらえないんですよ。ツナマヨみたいな。鮭とかあツナマヨなんだみたいな感じで。今日ツナマヨが一番美味しいですよね。そうツナマヨ考えた人偉いです。ツナマヨですよね。なんかおにぎりって言ったら昆布とか梅とか鮭っていうイメージの方が強いかもしれないけどツナマヨめっちゃ美味しいですよね。私もめっちゃ好きです。そうツナマヨおにぎり。あよかった。おにぎりは断然セブン入れ派。わかるけど私アンスリーっていうコンビニわかりますか。あそこのおにぎり好きです。ツナマヨ強い。そうツナマヨおにぎりと唐揚げくん一緒に食べる最高の組み合わせ。唐揚げくんも熱いですよね。美味しい。アンスリーです。アンスリー昔から梅。最近は明太子も入ってきた。へえ。私まだ梅干し食べれないかも。梅買うと損した気分になるファミマ。アンスリー渋いですか。じゃアンスリーのおにぎりめっちゃ美味しいですよ。初耳ですかアンスリー。なんかね駅の中とか入ってること多いかも。アンスリーは初めて聞いた。そうそうそう、どっかの電車で見る。アンスリーって関西だけなんかな。そう時々駅の中に入ってますよね。ハラドーナツって大阪でも鶴見とか
へえ、一回行ってみたい。イオンのおにぎりは68。関東にないんか。成城石井はね、見て入ってるだけで美味しいですよね。じゃあ違う、何を言ってるんだ。店内を見てるだけでワクワクする。どんどんなくなってきてるんだ。関西だけなんだ、知らなかった。今日私がよく行くのはファミマですかね。幸せになります。誰とですか。私よく行くのファミマかな。でスイーツはローソンで買うことが多いかも。成城石井自体がもう名前が美味しそう。ね、ファミチキわかる。ファミチキ好き。コンビニサイスはビッグ A 大阪、ビッグ A アンスリー、セブンも行きますね。けど自分あんまセブン近くにないんですよ。ファミマのツナマヨパリパリの、あ、しっとり系の海苔の方が私好き。三週管理ありがとう。セイコマート、え、私聞いたことないです。名前美味しそう。噛みついちゃ、噛みつきません。そう、海苔ね、私ね別にパリパリじゃなくてもいいんですよね。しなってる方でも。父さんにね、だったら成城石井のグルメなフーズ、あ、買ってって。ねだろうねだろう。ありがとう、時間55分。そう、海苔しっとり派で別にいいんですよ。ローソン100近くにある。あ、私も見たことある。近くにはないけど、なんかどっかで見た。9時55分です、ありがとうございます。じゃあ、あ、違う、5分前行動だ。5分前行動ですよ。毎日ローソン行ってるね。なんかさ、買う予定のないものでも買っちゃいません。海苔は最初から巻いといてくれそう。うまくね、フィルム剥がせない時あるから。そう、最初から巻いてるの。そう、海苔のしっとりの美味しいの。ローソン100は前は99。そうなんだ。ツナマヨおにぎり、アミカツ、はい。ツナマヨ食べたことない人食べてみてください。 MC では10分前行動って言ってた。最初は慣らしていくんですよ。最初5分前から、で次10分前から。今第1段階です。じゃあランキング読みますね。13位、やすいさん、ありがとう。12位、にけさん、ありがとう。11位、しんちさん、ありがとう。10位、ぐどないさん、ありがとう。9位、ゆりぱんさん、ありがとう。8位、みーちゃんさん、ありがとう。7位、たくまつさん、ありがとう。6位、かぼちゃのかずさん、ありがとう。5位、 PB さん、ありがとう。4位、ハリセンさん、ありがとう。そして3位、サトシさん、ありがとう。2位、シュウさん、ありがとう。そして1位、石丸さん、ありがとう。 お疲れ様です。じゃあ皆さん、もうそろそろで10時なんで、二度寝する方はしていいですよ。私もこの後ベッドに向かうかもしれないです。ね、二度寝する方は今のうちにしちゃってください。次の配信は11時半なんで、それぐらいに皆さん起きて1時間半は寝れますよ。次の配信までに星跡見て、ありがとう。また次の配信で会いましょうね。はい、会います。いい朝だった。私も寝てきます。おやすみ。皆さんでお昼寝しましょう。今日も一日楽しみます。見て、猫。
やめちゃん見に行く、あ、そうですね、お昼寝をせず配信をやってる人もいるから見に行ってみてください。90分睡眠サイズぴったりでしょ。とりあえずご飯食べてます。私も寝過ごさないように。了解です。これは10分前に起きようと思います。今日も可愛い、ありがとう。じゃあ一旦二度寝タイムです。それでは皆さん90分、良い時間をお過ごしくださいバイバーイ。アリさんに挨拶しといてね。うん。